はい、3、2。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラ城のお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103 @gmail.com ローマ字でメンヘラ数字で103 @gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、本日8月26日月曜日、はい、収録日はですね、収録日がね、はいはい、ややこしいですけど放送日は9月、もう9月に突入しております。9月2日の月曜日、 OK、 はい、本放送を聞きの皆さんはもうすでに、8月を終え9月にいらっしゃるかと思うんですけれども、うん、今回の収録でなんとメンヘラ城めでたく第100回を、100回目、はい、達成というか100回目、 100回放送記念ということで、はい、はい、ゲストの方は来ていませんけれども、はい、根回しできませんでした。はい、そうですね、なかなか忙しくてですね、我々も、うん、先日はイオン那覇の方で、はい、心の健康フェスタ、うん、僕が勤めてるね、ソーシャルハウスアゴラがですね、はい、那覇市の地活、うん、地域活動、協議会かな、地活協って言って、うん、はい、各那覇市に点在している地域活動支援センターが一堂に、うん、の事業所が一堂に会して行われたお祭りといいますか、イベントが、うん、心の、はい、那覇市小禄にあるイオン那覇 で、はい、行われまして、はい、そこでねのイベントがあったり、うん、はい、8月中は石峰福祉祭りですとか、そういったものに、うん、事業所を通して参加させてもらったりで、はい、夏実さんともどもねちょっとお忙しくしてたっていうのもありまして、うん、なかなか100回記念のゲストさんにまでちょっと気を回す時間がなかったというか、なかった、本当に根回しできなかった、なんかあっという間にちょっと100回記念に到達してしまったというか、うん、はい、そういうのもありまして、通常放送と、変わらない形で第100回記念をお送りする、なんともまあメンヘラ城らしいといえばらしいかな、うん、はい、まあ、そのうち、ゲストさんをねまた呼んでやっていきたいと思いますので、はい、では、本日も短い時間ですがよろしくお願いいたします。はい、お願いします。メンヘラトーク、はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもツイキャスもどしどしお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。ということで、はい、ツイキャス早速来ていますよ。ありがとうございます。はい、武蔵さん、お、武蔵さん、メンヘラネーム武蔵さん、はい、夏実さん&健太さん、リスナーの皆さん、はい、こんばんは、しょい、こんばんは、しょい、こんばんは、しょい、ラジオ収録&生配信お疲れ様です。はい、ありがとうございます。夏実さん、健太さん、心のケアでのイベント、うん、お疲れ様でした、うん、ありがとうございます。少しだけツイキャス配信視聴しました。あー、ちょっとなんか、ね、グダグダ系のトークイベントでしたけど、結構Wi-Fi 環境、何、そうね、Wi-Fi 環境がちょっと、通信環境がちょっと、通信環境がちょっと悪くてですね、ちょっとこっちも悪いわなかなか見づらかったかと思いますけど、そう、ね、夏実さん一回 Wi-Fi 切ってからさ、うん、夏実さんの携帯の電波でやった方がいいと思うよ、うん、え、どういうこと？ Wi-Fi を切るわけ、夏実さん Wi-Fi 今つながってるでしょ、夏実さんの Wi-Fi を切る、そうそうそう、それで、うん、ドコモの回線でやる感じ、何を言ってるのかわからないけど、まあ切った Wi-Fi をオフにする、Wi-Fi をオフにする、そうそうそう、はい、
で、ドコモ回線でやるから OK、完了、完了。はい。はい。それで、OK、もう一回じゃあ、はい、公開にして。やる感じでお願いします。はい、すいません。いえいえ。はい、来てますね。はい、チーキャス来てますけど、設定できませんでした。はい。で、非公開を設定して。はい。あの生放送収録中ですからね、はい、ちょっとねごたごたしておりますけれどもごちゃごちゃしてる、はい、申し訳ございません。じゃあ、はい、あの来ている来ているツイキャス読んでいいですか。すいません、ちょっと通信環境整いました。はい、はい、ロアさんからこんばんはって来てます。はい、こんばんは、ありがとうございます。高保さん、中村さん、こんせい、こんばんは。こんせい、こんせい、お昼をもねありがとうございました。ね、ありがとうございます。うんうん、うん、いつも助けられてますよ。はい。はい。あ、OK ですか。OK です。はい、じゃあ。ひふみずばあさん来てる。ひふみさんな。あ、こんばんごくんちょうって。はい、こんばんごくんちょう。こんばんごくんちょう。ありがとうございます、ひふみさん。ありがとうございます。うん、数少ない1月7日誕生日仲間ですからね、ひふみさん。そうだね、そうだね。はい。うん、嬉しかったよ、なんか。嬉しかった。うん、仲間だってなった、やっぱり。ちょっと親近感湧くよね、やっぱり。そうだね、誕生日が一緒ってことだけど。そうね。うんうん。あの年齢はもうひふみさんの方が先輩ですけれども、うん、なんかなんていうのか、勝手ながらちょっと親近感を湧いておりますおります、親近感を沸かせております、ひふみさんに対して。はい、では、本日のトークテーマ、はい、100回記念にちなんでこんなトークテーマでお送りしたいと思います。はい、何でしたっけ。はい、もしも宝くじで100万円が当たったら、あ、はい、もうそのままです。もし宝くじに当選し、うん、あなたが買ったね、うん、まあ我々が、まあ、健太が買った、あるいは夏美が買った、うん、自分が買った宝くじが当選していて、100万円を手にしたら、100万円、その100万円を手にしたらあなた、うん、一体今だったらね、現時点であなたがもし100万円を手にした時、うんうん、何に使うか、うん、欲しいものを買うのか、あるいはもう堅実に貯金をするのか、うん、それともね、将来に備えてね、うん、貯金じゃなくて投資に回すのか、うん、もしくは寄付しますの、寄付しますと、うん、いろいろ戦争とかでね、はい、あちこち大変になってるし、今だったらね、うん、ちょっと台風10号がね、うんうん、内地に迫ってて、またおそらく結構な被害が出る可能性があると、知れないね、うんうん、ちょっと心配だけど、そうそう、それで寄付します、もうまあもちろんありだし、うん、今現時点でね、8月26日これを聞いてる、収録時点はね、うん、現時点でのあなたの100万円の使い道をちょっとぜひぜひ教えてくださいということで、うん、はい、まずはちょっとメッセージを前に、夏美さんだったら100万円今手元にあったら、夏美さんだったら、ね、うん、夏美さんだったらおしっこし、おしっこしって言ったよ今。大丈夫。待って待って待って、お引っ越しね。お引っ越し、お引っ越し、お引っ越し。完全におしっこしって言ったよ。そうそう、お引っ越しって言った。いや絶対ツイキャス聞いてる皆さん、まあ本放送聞いてる皆さんもそうかもしれん。おしっこしって言った。お引っ越し。お引っ越しね。お引っ越し。お引っ越しの費用に回すと。うん。そうだね。うん。うちも結構狭いしね。もうちょい広いところに引っ越して、あるいは、うん、健太さんも宜野湾から首里まで通ってるからね、うん、ちょっと那覇市内に拠点を変えてみたりとかね、浦添とかね、もうちょっと近いところ、うんうん、いいとこあったらいいけど、ね、引っ越しね、一応考えてね、いろいろ探してはいるんですけど、やっぱりペット化物件ってなるとね、うん、ちょっと、ね、お値段が高めだしですとかですとかさ、本当にさ、100何件とか出てもさ、うん、ペット化物件ってピッて押すとさ、3件とか2件とかに減っちゃうんだよね、急にね減っちゃうからね、どどんって、うん、なのでまあ引っ越し費用いいじゃないでしょうか、うん、うんうん、いいね、はい、では届いてるメッセージございますので、はい、まずは、読ませていただきたいと思います。はい、はい、メンヘラネームアラフィフダイオヤマさんより、アラフィフダイオヤマさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。アラフィフダイオヤマさんことフィフヤマです。ひふやま。
フィフ山を名乗りで出したよ。フィフ山、ありがとうございます。ちょっと言いにくいぞ、フィフ山さん。はい、先日は楽しい時間をありがとうございました。ありがとうございました。そうそう、フィフ山さんはね、我々がお世話になってたハピワンの、元職員さんでね。はい、大丈夫ですよ。先日ね、2週間前ぐらいかな、それこそ、うんうん、一緒にちょっとお食事に行かせてもらいまして、うん、宜野湾市普天間にある寮っていう居酒屋、うん、これもう先週か、うん、前の放送でも、ね、ちょろっと話したけど、うん、まあ、あんまり大きい居酒屋さんではないんだけど、うん、なんかちょっとね、店構えもなんていうのかな、ガラガラって横で開けるような、うん、ちょっと一瞬ちょっと入るのを躊躇するようなおしゃれな感じで、うん、でもまた店内もねおしゃれで落ち着いた雰囲気があって、うんうん、決して広くはないんだけどね、うんうん、ただ店員さんの接客も結構丁寧で、うん、なんか安心する、よかったですよ、安心する感じで、注文した料理もね美味しかったし、うん、特にね、ピザは美味しかったんで、マルゲリータピザ、あ、美味しかった、うんうんうん、またなんか食べに行きたいなって、あとあれも美味しかった、はい、塩昆布とレタスのチャーハン、ああ言ってたね、塩昆布とレタスのチャーハン美味しいって言って、美味しいって言ってた、うん、もうぜひおすすめですので、はい、あったら、はい、っていうところで、まあ途中だったので、フィフさんの、はい、フィフ山さん、本日のトークテーマ、もしも宝くじで100万円当たったらですが、うん、大体は車の頭金にしますが、うん、一部は宜野湾にお住まいの N 村夫妻に寄贈しようかと思っております。でもなぁ、どうしようかな、お二人はどう思います？いや、ぜひ N 村夫妻に寄贈したらいいと思いますよ。いいことありますよねえ、うん、ぜひともご意見お願いしますということで、うん、ではではとね、もう優しいね、もうぜひね、100万円当たったうちの一部はね、うん、N 村夫妻に、 N 村夫妻にさ、ね、ポンとね、もうポンと出してくだされば、もう一部と言わずね、一部と言わず、もうほんと2部でも3部でも4部でも5部、全然ね、全然いいよね、うん、全然出してくれれば、こちらの健太さんをポンと差し出しますので、おいおいおい、安いだろ俺そしたらはい、山さんありがとうございました。ありがとうございます、はい、続きまして、メンヘラネーム沖縄大好きさんより、お、沖縄大好きさん、ありがとうございます。はい、夏美さん、健太さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい。テーマ、もしも宝くじで100万円当たったら、うん。まず、借金返済を含むお支払い。それが余ったら、うん、車購入資金。うん。推しのライブに行くための旅行やグッズ購入と宿泊代にしたいと思います。うんうん、ということです。みんな、山さんもそうだけど、うん、車ね、車購入資金ということで、うん、うんうんうん、まあ結構というか高い買い物だもんね、車はね、そうだね、そうだね、うんうん、あと推しのライブに行くための旅行旅行費、渡航費、旅行費、渡航費、グッズ購入、いっぱい買えるんじゃない、いっぱい買えるよ100万円あったらね、本当だよ、ある分買えそうだけどね、ねえ、うん、いいね、でも旅行も本当いいよね、旅行に行くためにお金使うっていうのも100万円あったら、健太さんそれもちょっと一番最初に浮かんだのはなっちゃんと一緒で、うん、おしっこしじゃなくてお引っ越しお引っ越しって言ったよお引っ越しだったんだけど、うん、その次はやっぱ旅行に行きたいなって思った、あら、嫁は旅行賛成じゃないみたい、一人で行ってこいみたいな顔してる、怖ー、いやいやいや、一緒に行く、それで一緒に行ったところの、うん、セカンドストリートもあろう、いやいや観光地回させろやセカンドストリートと漫画倉庫行こう、いやいや沖縄にもあるから、セカストと漫画倉庫ね、なんかもう 名物のいろんなもの食べたりしたいよ、そうだね、それしながら景色のいいところ行ったりさ、観光名所行ったりさ、そうだね、そういう方に、はい、お金を使わせていただければ、そうだね、はい、ツイキャス来てますよ、はい、お願いします、ツイキャスね、はい、ロアさん100回おめでとうございます、ありがとうございます、ありがとうございますね、でロアさんね、お引越し、うん、私来週お引越しなのでタイムリーに行って、あ、そうなんだ、でね、同じく100万あったら引っ越し費用に当てますって、あ、そうだね、新しい家具買ったりとかね、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 ソファー欲しい、したいよね、あれだよね、
何ちょっといいソファー欲しいよね。そうそう、家具家電にね、ちょっとお金使えたらね。当てたいよね。ダイヤモンドみたいにキラキラしてる机買いたいよね。いらない、いらない。沖縄大好きさん、こんばんは。はい、はい、こんばんは。で、高保さん、電化製品を買った残りは FM ギノワンに投資します。あら、FM ギノワンに投資。夢物語っても言ってます。山口社長喜ぶよ。喜ぶよ、今外にいたよ。喜ぶ喜ぶ、うんね、まあでも俺たちもお世話になってるからね。そうだね、うん、ちょっとは2、3000円包んでね。安くないか。安っ。沖縄大好きさん、やっぱ車欲しいって、はい、ああそうですよね。そうですね、いい車ね、うんうん、乗りたいね、うんうん。以上ですとかないのかよ。あ、以上です。はい、ありがとうございます。びっくりだよ、無言でこっち振り向かれてもさ、んってなるよ。いつもの感じだね、本当に。以上です。はい、ありがとうございます。はい、はい。ちなみに健太さんはさっき旅行も旅行って言いましたけど、いいって言ったね、うん、旅行先でちょっと大きい大型、店舗に行ってちょっと一勝負もしたいな。コストコ？ちゃうわ、右打ちとかってなるところ。あ、V を狙えか。なるほど、そうそう、いいですね、内地の店舗でちょっと。そうですか、はい、一勝負もさせていただけたらなと思います。ドリームですね、はい、100万円あったらね。100万円あったら、まあ50万ぐらい旅行で使うと考えても、うん、まあ、どんだけ贅沢してでもよ、うん、していいところに泊まってもいいし、うん、いいよ、安いところでいいよ別に。あ、そうなの？なんて全然安いところでいい。あ、ほんと？安いところで、安いところでホテルみたいなところじゃなくて全然いい。そういうの活かせる自信ないから。あ、ほんと？ないないない。夏美さんはなんかテントかなんかで眠ってもらって。テントは嫌だ、暑い。クーラーは、あ、クーラーは必須ですか。お友達はつけてほしい。はい、わかりました。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに入っていきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは100回記念にちなんで、はい、こちらテレビアニメゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことのエンディングから、シユイさんでハピネスオブザデッド、どうぞお聴きください。はい、はい。ロアさんさ、うん、王子は東京旅行の時に競馬場行ってましたって。やるね、いいね、王子さん。お子さん行くね、競馬。競馬ね、競馬場はでもちょっと行ってみたい。どういうところなのかなって、うん、一回友達に内地行った時にね、うん、愛知県に行った時に誘われたことあるんだけど、うん、なんか移動がちょっと難儀だなと思ってからさ、うん、遠慮したんだよ、うんうん、移動のお金もパチンコに使いたいみたいな思いがあった。あ、もうバチスルのギャンブラーのあれじゃないですか。おう、ギャンブルのってやつですよ。そうですね、はい。そういうのがいろいろありました。へえ、うんうんうん、そっか、はい、いいね。100万円か、100万円あったらな、うん、なんか昨日他は何があるかな、なんかやっぱり自分磨きで髪の毛切り美容室に行ったりとかしたいって言ってなかった？したいっては言ったね、うんうん、ゆうただけだね。あ、ゆうただけなんだ。いやいやいや、でも行きたいね、やっぱりちょっと髪の毛ピンクにしたいかな。あ、もう綺麗な白にしようかな。ちゃんとお店で染めてもらったりしてね、うん、白にして、うん、そっから自分でピンクにしようかな。そうね、自分で染めるのもやっぱ限界あるもんね。なんか何本もさ、なんていうのかな、お店もそうなのかもしれないけど、何本も脱色ブリーチ使ってさ、うん、やるとなんかそれこそドラッグストアで置いてるようなやつってなんかす、うん、お店でやるよりなんか髪にダメージきそうな勝手なイメージだけどさ。そうらしいよね、でもね、うん、誰でも染められるように強い薬品は使われてるらしい。それはなんか聞いたことがある。あ、そうなんだ。美容室の人から、誰でも染められるように少し美容室よりは強い薬品使われてるんだって、うんうんうん、あ、じゃあそれだけやっぱり髪の毛もちょっと傷みやすいかもね、うん、そうかもしれんよ。あ、そうなんだね、うん、そうそうそう、はいはいはい、髪の毛染めたいな。健太さんは髪の毛染めたやつかないですか？ないね。ない、うん、全然、うん、でもなんかなんていうのかな、ジム通いたいな。
トレーニングジム。ジム、うん、ジムか。そうそう、ちょっとやっぱり男に生まれた以上は、今日もちょろっとさ、事業所で話したけど、一度ぐらいはバッキバキの肉体になってみたいな。バッキバキはちょっと家に入れたくないな。家に入れたくない。やめとけますじゃあ。はい。はい、お聞きいただきましたのはテレビアニメゾン100、ゾンビになるまでにしたい100のことエンディングの、はい、しゆいさんでハピネスオブザデッドでした。はい、はい、ゾン100はね、うん、日曜5時枠の、TBS のアニメ枠かな、うんうん、ちょうど僕が好んで見てた、機動戦士ガンダム水星の魔女の後に放送されたアニメだったんですけど、うん、俺残念ながらゾン100の方は見えてなくて、うん、ちょっとなんか映像とか綺麗だったみたいなんですけど、うん、はい、ただ漫画の方でねちょっと読ませていただこうかと思って、今度時間がある時に、うん、漫画喫茶とか行けたらなと思うんですけども、うん、どんどんでもインターネットカフェって減ってきてて、うん、漫画喫茶、漫画喫茶私行ったことないや。ああ、なんか言うね、本当ね。ていうかさ、ツイキャスでさ、うん、さ、ちーさんから。あ、ちーさん、ちーさん、こんばんは。はい、こんばんは。ケンタさんがバキバキはちょっと…てんてんてん。おい、気持ち悪いね、笑ってきてる。やめていただけます。気持ち悪いとか。いいさ。あれだよ、痩せるからか顔のサイズもちょっとシュッてなるんだよ。そしたらなんかちょうどバキバキでもいいじゃんね。いや、バキバキは嫌だよね。私バキバキちょっと苦手だから、ほんとバキバキになったら半分しか家入れない。あ、そう、怖い、うんうん、まあまあまあ、いいですけど、はい、じゃあ、まあ、バキバキにならないように気をつけます。はい、ではメンヘラジオエンディングです。はい、はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、エンディングです。はい、第100回記念ということで。そうよ、100回記念よ、はい、埼玉の郷さんから来たわよ。あ、来ました。うん、仕事終わったから聞く、はい、あ、ありがとうございます。ありがとう、滑り込みセーフ。なっちゃん髪色って。そう、なっちゃん金髪になりましたよ。金髪になって初めてだっけ。だから初めてだった。あれじゃない、多分1回染めて状態で収録して2回、うん、これ2回目、2回染めてるさ、2回脱色した。そうそうそう、それでね、より黄色になって、うん、でピンクシャンプーも使ってるからね。ピンクシャンプーちょっと使った、うんうんうん、どうですか。どうよ、どうよ。いいって言わせたい。はい、まあ100回記念でしたけども、まあ、通常的にね、普通回でお送りはしてますけれども。そうだね、うん、なんか最近ゲストさん呼べてないからね。うん、ちょっと面白くなっちゃった。なっちゃったって言っちゃった。うう、面白くなっちゃった。夢をつかぽんさん呼びたいね。あ、夢をつかぽんさん、夢をつかぽんさんね、うん、今ちょっと面白くなってるよ。テンションがね。ちょっといい感じでハイになってて。そうそうそう、うん、なんか言動とかがね、ちょっと面白いことになってる。面白いことになってるが、今日ちょっとあったんだけど、うん、はい、うん、いいね。そのうちじゃあ、ハイテンションつかぽんを召喚しよう。召喚してね、うん、夏美さんと戦わせたいと思います。何の戦いするかね。いや、ポケモン的な意味でね。はい、楽しそう。うん、いいね。はい、でみんな意外と、100万円の使い道、やっぱり、うん、思ってたよりは堅実だったね。車、そうそうそう、ちゃんと、ね、なんていうのかな、実用的というか、うん、やっぱり皆さん大人ですね、うんうんうん、引っ越しのお金とかね、引っ越しのお金とかね、うんうん、やっぱ100万ってなったらなんかちょっと現実的に考えちゃうよね。例えばさ、100万は使い切る自信があるもん。そうそう、ね、それこそ必要なものでね、うん、それこそなんかサマージャンボとかさ、うん、年末ジャンボみたいに何億ってなったとったら、うん、なんかもっとなんか
贅沢になるのかな、もしかしたら。それこそ俺だったらなんかあのアパート建てたいとかさ。あ、アパート建てる。アパート、そうそう、で、うん、あの不労所得を得て、うん、楽に人生を残りの人生を歩んでいきたいとかさ。あ、奥当たったらね。でも何億で建てれるのかな、なんかよくわかんないんだけどさ。建てれるんじゃない？どうなんだろう。奥だったら、うん、あ、健太さんモヒカンにしようって来てるよ、埼玉の坊さんから。なんで？さっきの美容室の下りで？そうそうそう、でちいさんが健太さんモヒカンはやばいわって。でもね、モヒカンやってたことあるんですよ。え？嘘だよ。あ、もうこの人すぐ嘘つく。嘘つかれたまた。しないよ。世紀末じゃん、世紀末。世紀末。ヒャッハーだよ。だね、うん、あ、でもね、入院先の病院でね、モヒカンにしてる、お友達というか知り合いがいてね、うん、元気にやってるかな。パイナップルみたいな感じになってたよね。そうそうそう、それこそなんか北斗の拳の雑魚みたいって思ってたんだけど、うん、雑魚って言い方やめよな。はい、では、100回記念のメンヘラジオ、ここいらでお開き。はい、今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、はい、ありがとうございます。